今日はですね、我が家にあります手作りの平均台のご紹介です。ね、これからこうちょっと子供さんのためにとかね、手作りで平均台ちょっと作ってみたいなって思ってる方に、参考になるかなと思って、動画をアップさせていただきました。まあ、うちの娘は器械体操をやってますので、それのちょっとね、ちょっと軽い練習をするために、自宅に平均台あったらいいなと思って、夫婦で作ってみました。まずこれ、9センチの角材ですね。まあ、平均台っていうと、本当は10センチ幅なんですけれども、9センチの角材で作ってあります。ここの足の部分も9センチの角材ですね。そして、この土台のこの足の部分の長さですけれども、ここ58センチで作っております。はい。で、この土台とこちらをひっつけてあるのが、じゃん、L 字型金具ですね。この L 字型金具もここ7センチぐらいの幅の L 字型金具で、よいしょ、こんな感じですね。で、こちら4つに釘で打って、ワッシャーはめて釘打ってありますね。で、ここ足隠れてますけれども、これぐらいしっかりとこの下で止まってます。ここも釘で止めてあります。はい。そして、この平均台のまず上に引いてあるこれですね、やっぱりあんまり直接キーだけだと足痛めるかなと思って、ここに、クッション材ですね、ちょっとこう柔らかいような、ちょい硬いような、柔らかいようなスポンジの、クッション材を10センチ幅にこう切って、ずーっと5メーター引いてあります。そして、その上に引いてあるこれ、なんかプラスチックのちょっとこうね、柔らかいような硬いような、このなんか本当は本来ならば何に使うのかなと思うんですけども、まあ、素人なんで分からず、ちょうどこの10センチの幅でたまたま売ってて見つけたので、これいいなと思って購入しました。で、これ本来ならばこっちのね、ちょっとツルツルの面を使うようなものみたいなんですが、娘に足の裏でね、ちょっと平均台に乗ってもらって、こちらのマットな方、裏面の方をわざとこう上に、引くことにしました。この方がやっぱり着台した時に滑らないって感じに言ってましたんでね。で、全部ここもここも強力両面テープ、両面テープでひっつけてあります。はい。で、この黒いのなんですが、これ防音材ですね。一応ね、上で大技をするわけじゃないんですけど、自宅なんで。ちょっとこうね、ターンの練習とか、やっぱりちょっとしたジャンプしたときに、下に響かないように、気持ち引いてあります。はい、そんな感じですね。で、同じこれで、ここの足の部分ですね、こっからこう足がこうガーンってこう角にガーンっていったときに、痛くないように巻いてみました。これかなりね、これガーンとなったときに痛くないです。これ、なかなかいい感じやなと思いますね。このね、この足の長さ、ここ58センチの足が1本、2本、3本、4本で、我が家は作りました。はーい。そして、これね、この L 字型金具のね、名前がここに、なんかこれシールが貼ってある、なんかシンプソンとか書いてありますね。シンプソン、なんか書いてありますわ。シンプソンとかいうものですね。ここ7センチです。ちょっとこうね、手作りなんでこんな感じになっちゃったり、まあ、使ってるうちにだんだんちょっとこうずれて間が空いちゃってたりするんですけれども、はい。で、このような感じですね。で、こちら、
下からですね、だいたいこの上、平均台のここの上までがちょうど20センチぐらいの高さがあります。これでね、毎日練習。